ールしてたので、まあ、ノーバンでは多分届くと思うんで、まあ、ある程度球速目指して頑張ります。本日ファーストピッチに登板いただきますのはガールズグランプリ優勝者ガールズ競輪選手の柳原真央選手です。それでいきますよ、レッツプレイボール。ウッシャリー96キロナイスピッチング、素晴らしい投球でした。野球ファンの方がとても優しくて、手とか振ってくださってとても嬉しかったです。小さい子だったりとかも、
その競輪っていう言葉を知る機会ができてとても嬉しいなと思いました。そうですね、野球ファンの方の、熱い声援を聞いてすごく自分も力をもらえたので、競輪に生かしていけたらなと思いました。もう新鮮な感じですごい本当に楽しかったです。もっともっとガールズ競輪広まってもっとたくさんの人に見ていただけるようにしていきたいなと思いました。まあ、今回すごいロッテのことを応援したいっていう気持ちになったみたいに自分も応援したいと思っていただけるような選手になれるようにちょっとこれからも精一杯頑張りたいと思います。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった。はい、全く緊張しなかったです。車に乗りながら手を振りながら、はい、ちょっと意外な姿だなって。あ、本当ですか。あれはグランプリの時のビンディ君に乗ったやつで慣れたんで、はい、手振ってみました。野球見てて、まあ、競輪を見たことない方も多分いらっしゃったと思うのでその中でも広めれたのかなと思います。いや、もう本当に楽しいの一言につきました。もうまたグランプリ優勝して始球式したいなっていう気持ちです。はい。